こんにちは、ゆらここです。今回は、えー、前回に続いて三角形をつないだキルトトップのご紹介です。えー、これも前と同じ二等辺三角形ですが、えー、こちらは出来上がりが4枚一組で正方形に縫い上がるタイプのもの。そして、こちらは 3枚1組で正方形に縫い上がるもので、この両方のセットでできています。両方ともバイアスの縫い合わせがないので、ユニット自体は簡単にスピーディーに縫い上がります。ただし、組み立てるときに角が8つ集まる部分の連続になります。 ここの縫い合わせがちょっと厄介でえハードルが高いです、えー。私自身もなかなか満足のいく決定弾のような方法は見つけられずにいます。えー、まだまだ勉強中です。えー、なので今回は決定弾のご紹介というのではなくてあくまでもなるべくきれいに縫い上げられるためのヒントとして ねえ、私が実際に気をつけているポイントをご紹介したいと思います。短冊を7.5センチ幅でカットしていきます。 ここで作りたい三角形の大きさとカットする布地の大きさについて説明します。この三角形は4枚一組セットで正方形として考えるので、出来上がりの縫い代を含まない大きさを a センチとしたとき、えー、用意する正方形は縫い代5ミリのとき、a プラス2.5センチ。 六ミリのとき a プラス三センチ、七ミリのとき a プラス三点五センチの大きさになります。えー、出来上がり例えば出来上がりを五センチの出来上がりにしたいわっていうときは、縫い代が七ミリのとき五センチに三点五センチを足して八点五センチの大きさの正方形を二枚準備すればいいことになります。えー、これは二枚の正方形から 2組のセットができますが4種類全部違う4枚の正方形を組み合わせて4色使った三角セットを4組っていう風にも作れます。組み合わせがいでできて楽しいですそれとこちらの三角1組のセットの方ですがこちらの小さい方の三角形については上の 考え方と同じですがこの大きな三角形のために斜線のこの大きな三角形のために用意する正方形は少し小さめのサイズになります。こちらは縫い代 5mm の時プラス 1.7cm6mm の時プラス 2cm7mm の時プラス 2.3cm で、えー、これは前回ご紹介したハーフスクエアの三角形と同じ考え方になります。 ここで紹介した縫い代のサイズは縫い上がりサイ縫い上がりがジャストサイズの縫い代幅になります。短冊を7.5センチ四方の正方形に切り出します。 対角線を引いて、その両脇に縫い代線を二本引きます。今回は五ミリです。 対角線の両脇を2本ステッチをかけます。 対角線で切り離したら、えー、前にご紹介したハーフスクエアの三角形が2組できます。アイロンをかけて縫い代は濃い色の方へ倒します。 出来上がった三角形のセットを縫い代を交互に噛み合わせるようにして中表に合わせます。縫い線と90度で交わる方向に対角線と縫い線を引きます。 これもはじめと同じようにステッチを2本かけます。対角線で切り離したらユニットが2組できます。 余計な縫い代は切り落としておきます。こちらのタイプは、初めに作ったユニット一つと、 えー、正方形を組み合わせて作ります正方形の方に対角線と縫い代を引いておいて、えー、中表に合わせて、えー、同じように縫って切れば OK です。 えここでこの三角形の基本的な縫い方と、えー、角を揃えてきれいに縫い上げるために私が気をつけているポイントをご紹介します。え今ここでこうやってあの折り紙を使って説明するんですけれどもこれ今1センチのところにこれ線が。 縫い代1センチのところに引いてあるんですがこれを1センチの縫い代でここをこうやって縫い合わせたとするとどういう状態になるかというとここに四角形ができてこの頂点がそれぞれの端から1センチずつ内側に入っている。これが1センチの縫い代で縫い合わせたときに あの正しく縫えているっているう状態です、えー、この縫い代幅がずれるとどういうことが起こるかというとこれは今1 5センチ縫い代幅を今度太くしてみました1 5センチで縫い合わせるとこんな感じになってこの正方形の山が端から内側に入り込んでしまいます。 これは1 5センチの縫い代幅で縫うと1 5センチ分内側に角が入り込むっていうことです。で、反対にこれを5ミリ5ミリの幅で縫うとどういうふうになるかというと、今度逆のことが起こって、この頂点が外側にずれて、 端かから5ミリしし離れなないい状態になってしまいますこの縫い代幅が変わることによってここにできる頂点が頂点の高さが高くなったり低くなったりします。えこれはえ後で列同士を縫い合わせる時にいくら頑張ってもこの高さが揃っていないと きれいに角を合わせせることができませんえー、初めにユニット同士を縫い合わせる時一番大切なことは縫い代の幅を揃えて山の高さをここの山の高さを一定に保っておくっていうことです。 次に横の列同士を縫い合わせていきます、えー、ここで列同士を縫い合わせるときに気をつけるポイントを説明します、えー、こう合わせて縫っていくんですがここの角の部分まあ、これは。 あのレモンスターが縫われた方わかると思うんですがレモンスターの中心の部分と同じ状態になりますえレモンスターの場合は1箇所だけなので中心1箇所だけなのでこう真ん中から縫い分けるとかえ縫い代を風車に倒すとかそういう縫い方に工夫ができますえただこちらを縫う時はえ それがずっとこういう8箇所扱ってる集まってるところがつながっている周りが全部そうなので、えっと、縫い代もすぐ隣の角と連携しているから1箇所の縫い代だけをあの風車のように倒すとかそういうふうにするのは無理です。 えー、なので、最低限できることとして、私がやっているのは、こうまず、こう合わせたときに、ここにある縦の縫い代、こちらとこちらは必ず交互に噛み合わせて縫うということです。でこれは、これをすると、 横のズレがほぼなくなるので、横についてはかっちり固定されることになります。えー、次に気をつけるのは、この、こちら側のステッチとこちら側のステッチが交わる X のところの頂点を目打ちで押さえて、 こっち側の下のこの角の上にこう見ながらこうかぶせていってそしてかぶせていってここを目打ちでグッと押さえてミシンに送っていって縫うっていうことです。実際に目目打ちででししっかりここを押さえて、て見確認しながら、 ミシンでゆっくり縫っていくっていうことが私が綺麗に縫うためにやっている方法です、えー、それで私はマチ針を使うのが下手なのかマチ針を使うと縫い代の厚みが厚くなると特にこのポイントのところ頂点のところがずれてうまくいきませんだから結局今はこの方法で縫っています あともう一つ、えー、いつも悩むのが裏の縫い代のねじれです、えー、縫っていく時に自分が例えばこっちに倒したいとかこっちの方がいいとか縫い代を倒したい方向に、まあ、倒したいと思うことがあるんですけれどもその時に、えー 縫い代がねじれる時私はどうするかというと表から見たときに綺麗に仕上がる方法を優先するので、えー、裏で縫い代ををねじれる方を私は選びますただこれは、えー、個々人やり方がいろいろあると思うしあくまでもヒントの一つとして考えてもらえればと思います。えー後からやる キルティングのやり方にも関係があると思うのでそれぞれのやり方でいいかなと思います。それと最後に一つこれもちょっとしたことなんですけどこの三角形を縫う時にはもししばらくミシンバリを交換していなかったら縫い始める前にここで交換されてみたらどうかなと思います。 縫い代がすごく重なるところを縫わないといけないので、えー、重なった縫い代を縫いやすくする助けになるように思います。